初日の26日、描いた絵を囲いに貼り出したのは、地元立川第六小学校の4年生たちです。縦 1.8 メートル、横5メートルの殺風景な壁が46枚の富士山の絵で華やかになりました。これは工事中でも駅利用者に明るい空間を提供しようと、多摩都市モノレールと立川第六小学校がコラボレーションした企画です。皆さんがですね、こうして描いてくれた富士山の絵のおかげで、このタラの白い壁がですね、とても華やかなものになりました。ありがとうございます。立川第六小学校では昨年度、授業の一環として町内の銭湯を盛り上げようと、入浴体験や銭湯への体験など様々な取り組みを行ってきました。銭湯への体験では、日野市に在住で日本でも3人しかいない銭湯絵師の丸山清人さんから銭湯絵について学び、理解を深めていきました。この日は丸山さんの絵も貼り出されるとともに、本人も現場に駆けつけ、児童たちとの再会を楽しんでいました。なんか丸山さんのすごい絵と一緒に、なんかすごい絵描きたいなって思って、楽しいとは分かってたけど、なんかまた改めてすごく楽しいんだなって思った。ここで飾らせてもらったのも嬉しいし、あと丸山さんの絵や自分たちのプロジェクトのことも言えたので良かったなと思いました。なお、多摩都市モノレールでは11月までの工事期間中、銭湯への展示をなるべく長く続けていきたいと話していました。